どうも、ココです。イエーイ。ここですね、チョリゾーとコメコが前髪を切りすぎたで、なんでさっきの企画はいいですか。今回の企画はですね、皆さんツイッターやってるじゃないですか、はい、ツイッターにね、ポスト行きたいんですけど DM くれたら行くかもよみたいなツイートしてるの見たことないですか。あるよ。あー、よくありますね。あるでしょ。はい、それに実際送ってみたら本当に連絡が返ってくるのかという企画でございます。はあ、これはあれ、いいね稼ぎやと思ってるんですよね。これはね、ちやほやされたいがためにやってんちゃうかなと思ってます。でしょ。だから僕と一緒で本心でほんまに DM 来たらじゃあ行くよってやってるんじゃないんじゃないかとで思いまして、まあ、僕ら3人今日一気に DM 送ってます。そういうことだったんだね。送ったでしょ、はい、この人に送ってくれと。名前とアイコンはねさすがにちょっと消させてもらいますけど、どんなツイートやったかといえばこういうツイートです。どうぞ。これね、このツイートがちょっと目に入ったんで、これちょっと企画でやりたいなと。僕も送ってますし、コメちゃんも送ってますし、のっぽくも送ってます、はい、という企画なんで早速やっていきましょうか。いきましょう。前髪切ってますからね。はい、前髪切ってね、同じタイミングで切ってきたもんね。やってないでください。今日入ってきて二人で指合わせたみたいになったもんね。同じようなやつおったみたいな。で、その結果こういう髪型になってます、ね、それでは実際にツイートに反応してみたらまで3、2、1。ほーそろそろ。じゃあ、いやでもね、ちょっと待って、はいはい、この服あれやんか、はい、今見てる人からしたらさ普通にジャケット着てる感じになってんだけど、ね、うん、ここどうなってんのこれ。これこれこういうやつや。涼しそう。そう、涼しい、うん、だけどすごい寒いよ。我慢してる。で、そういう形がすごいな。まあこれ出しても着れるっていう。すごいっすよ。さえ外せば腕出しても使えるし。すごいですね、これ。これこういうやつや。めっちゃかっこいいですね。いや、ここ見てかっこいい、やめて。これは服じゃなくて、俺そのものがかっこいいってなってくる。あれ、それやろ、話や。ちゃんと企画やらしてくれ。やりましょう。じゃあ、じゃあ、切り替えて、早速、まあ、なんて送ったかをちょっと見ていきましょうや。あ、はい。まあ、私からで。いやー、コメちゃんやめて、最後の冊子や。えぇ、ー、じゃあ、まず、のっぽさんからいきましょうか。僕、結構ストレートに言ったさ。いきなりすいません、ツイート見て、送らせていただいたんですけど、うん、今まで経験したことない夜を経験してみませんかと。もうストレートに、僕が思った通りに伝えた。カットボールや。ちょっとカット入ってるよ。最後もう一回聞かせて。ちょっとロマンティストな感じで言ってやる。今まで経験したことない夜を経験してみませんか。どう。まあ、ありかなしかで言ったらありやわね。でもそれいいじゃないですか。どういうあれなつもりで送ったんですか。まあ来てもらえるかなっていう。ただあの最後に赤ワインポンって赤ワインポンと置いてるから、そういうのがさりげないサイン。赤ワインの音を気付けた方がいいね。すんなんで。ほんまにやりもくが多い。最近のツイートで赤ワインつくつしてますから。お前やりもくやもん。やりもくが多い。赤ワインのそうなんすか。一緒のやつを飲まして酔わせてて、濃度の濃いものを飲ませて。なるほど。なんか色々させようみたいな。あ、じゃあ僕行きましょうか、うん、はい、あ、まあ、シンプルじゃシンプルなんですけどね、はい、これを見て連絡しました。一緒に素敵な夜を過ごせるように前もって連絡しました。かぶっとるやないか。やめてくれや。で、俺もワインじゃないですけど、シャンパンの絵文字使ってます。シャンパンの絵文字使うやつはやりもくではございません。これはなんで。そうなんすか、うん、一緒に楽しみたいやつの象徴。なるほど、うん、ワインもな、一緒に楽しむ。いや、それは卑猥。性的なもん入ってくれるから。ポルノやな、自分。ポルノじゃない。ポルノって名前呼ばれたことない。ポッポや。ポッポじゃない。ポッポやったらまだやわ。ごめんなさいね。じゃあ僕らはまあこうやって送ったと。まだ帰ってきては来てないんですよね。ああ、みんな帰ってきてないんですか。じゃあごめんちゃん行きましょうや。いいですか、私の。どこ、まあ、じゃあ行こうよ。 DM 送った内容ね、はい、あ、すごいシンプルです。ツイート見ました。僕と一緒に付き合いきませんか。ありがとうございます。何やねん。知らんやろ、多分この人お前が好きやキャラっていう。そうやな、お前変なやつや。知る子やで、あれやけど。同伴だ。同伴しませんか。好きや同伴しませんか。好きや同伴です。あ、いいんじゃない。でも一切チェックもつけません。記録もされません。いやけど俺もついてない。俺もついてないですか。チェックマークってさ、ピョンピョンってなったら見たってこと。あ、いや、あ、青に光ってた。え、見てんじゃん。見てない。あ、見てない。全然面白くない。ツイッターがあんま、それを知らんのにこの企画入ってるのかな。そもそも君らね、この人ツイートよく見て読んだか。来月歌舞伎行く予定ですよね。大阪やないか。あれやろ、遠回しにされて言ってるだけで、君らは俺らのレベルやったら大阪にでも呼べるわと思って言ってるわけや。そうですね。それについてちょっと語って、ほんまに来てほしいって気持ちをじゃあ。でもそうやね、ほんまに来てほしいし、知ってもらえたらなんかあるかもしれへん。もっともっとなんかないの。あすか語ってくれ。ほんまになんかその僕といい夜をみたいな。もうええわ。もうええ。まだそんな聞きたないね。ほんまにええ夜を。いやだってコメちゃん言ってくれへんもん。コメはどうなんじゃ逆に。正直言うとね、自分のキャラはね、他の人にも知ってほしいという気持ちでね、送ってるんですけど、そもそも俺さっき言ったじゃないですか、オープニングの方で。チヤホヤされたいと。ちょっかい行きたいんで、ね、DM 待ってますみたいな。
がやれ送ればええやん。いろんなホストに自分から。確かに確かに、行きたいんやったら自分からアクション起こせと。そうやで。ああ言ってる。俺が自分から待ってんねん。チヨンはされたいだけやん。あいつは嘘やと。じゃあもう嘘やで。こんなの嘘に決まってるやろ。ちょっと DM 返せよ。そうやな、その返事ぐらい欲しいよね。そうやで。確かにこれはちょっと、これ問題ですね。事件やな、これは。もうある意味詐欺やね。ほんでまあ僕個人的なやつなんですけど、名前とかにさ、まあ絵文字があるやん。はい、まあ、俺やったらひよこと、ごめん、こうやったらラーメンのパン。なんで知らんねん。名前のとこになんかこうマークみたいな入れたがるやん。きらびやかにしたい。何してんの。フィーチャーノッポって来たな。それフィーチャーノッポえ、マジ棒でいいんじゃないですか。ライフ、なんなん、何絵文字ない、絵文字ないんよ、その自分の。あ、もう源氏名と足してるやつね。あったあった、そういう時期もあった、俺らもな。一番最初なんかその卒業しましたみたいな。いやいや、もうそういう時期あんねん。俺もなんか作るわ、自分のやつ。名前とかね、このアイコンとかにね、このまあ、哺乳瓶とかさ、ちょっとバーブ系。あー、わかるよ。あんま嫌やねん。もう、それ、もうイコールチヤホヤされたいし。そうやねん、そうやな。そこに繋がるよな、やっぱり。そう思います。意味があるもんな、その絵文字に対して。確かにね。ということで、今回、いろいろね、これ事件じゃないのかと思って、はい、実際に DM してみましたが、はい、今んとこはね、今日言って今日やから帰ってきてないけど、もし帰ってきたら、これは動画にしましょう。ああ、いい。ね、帰ってこなかったら、俺らが選ばれなかったと。そうですね。ザコ野郎3人組でしたということで、あまり期待はしないでほしい。一生懸命さ、はい、企画こうやって MC やってくれてさ、ああ、確かにね、ちゃんと一生懸命トークしてくれてるやん、はいはい、けどめっちゃ気になること1個あって、なんかその一生懸命喋ってくれてるのに、一生懸命喋りすぎてどんどんなんかあのセットしてたあの前髪が上がっていって、一番バブ嫌いなのにバブ系みたいになってる。